アボール。連続フォアボール。ワンアウト二塁一塁となったところで、まあしかし変えるといっても、もうあとは山口しかいません。まあどうでしょうね、変える感じですけどね。まあ、ちょっと経験がね、間のまだねいいでしょうからね、変えないと思いますけどね。まあでも、うん、変えないですね、続投ですね。山口は育成選手から支配下選手登録されたピッチャーです。さあワンアウト二塁一塁、阪神12回表勝ち越しのチャンスでバッター櫻井。各打者こういう打球が多いですね。やっぱりちょっと球がこう沈み気味でくるんでね、ああいうファウルが多いですけども、ギリギリでボールの上を叩いちゃうわけです。そうですね、まあ、ちょっと思ったより少しこうなんていうんですかね、ボールが下に来るわけですよね、ちょっと沈みながら来るんで、まあ、ちょっと変化させてんだろうと思いますけどね。外野は浅め、一塁線三塁線は詰めて守る内野陣。ツーストライク。やっぱりね、右ピッチャーに対する時の投げ方と左に対する時の投げ方がやっぱりちょっと自信なさそうなんですよね、左の時はね。右の時はやっぱり結構自信がありそうに投げますね。レフトセンターは浅め、ライト定位置よりわずかに前、三遊間広く空いている。一球外した。ファウル。長い試合になりました。意地とのぶつかり合いというゲームになって、12回表タイガース勝ち越しのチャンス。ファウル。内野はライン際を詰めて、センターラインを詰めて、したがって1、2塁間、三遊間は空いて、外野は前。いい当たりです。これは完全に抜けてそのまま入った。連日のスリーラン櫻井。三塁をゆっくり回る。打たれた間、櫻井ホームイン。4対1。前進する外野の上、完全に抜けていったかとお伝えしましたが、ライナーそのまま飛び込んでいきました。
第2号スリーランホームラン。阪神にとっては大きな、巨人にとってはあまりにも痛いスリーランホームラン。打った後一声雄たけびありました桜井光大。7番ピッチャー山口、背番号99。あ、ここでピッチャー交代。まあでもしょうがないですね、ここはね。まあでもよく投げましたよ今の。まあなんとも言えないですけどね、ここまで来てね、両方に勝たせてあげたいというね感じはしますけどね。あ、キル